神王子は、茨城県水戸市にある自習の寺院、観王寺ともかく、自習輸業派の総本山である、清史上皇寺は、永翔10年に合戦に巻き込まれて消失した。その地を支配していた後北条氏に睨まれていたために、再建することができず、約100年にわたって、藤沢商人と本尊は、各地を流浪することになった。そこで、佐竹氏の一門出身である、 湯行三十二代田阿弥公は、佐竹義信を頼って、水戸の地に藤沢道場を建立することとした。天正十九年、水戸城下の後に藤沢工事と呼ばれる上木平に建てられた。こうして短い間だが、湯行派本山となった。当初は、事業がなかったが、成城三寺最高を受けて、寛永十年に神王子と改称し、遠方八年に、 現在の元山町の地に移転した。境内には広大な墓地があり、中に、居合術た宮流中校の祖、和田平介正勝、軍学者、山国兵部とも正、その実弟田丸稲の絵門の自家城らの墓がある。雷余けで信仰を集めた桁げ観音があり、かつては、和経一大臣を採取していたが、神仏分離令により、隣の敷地で独立した。本事物は、 現在も、当時で祀られている。東日本旅客鉄道常磐線、水郡線水戸駅から、関東鉄道バスで大工町バス停留場、下社、すぐと商工会議所郷土井とこ再発見。ありがとうございます。